ロイド・アンソニー・モスビーは、アメリカ合衆国アーカンソー州、ポートランド出身の、元プロ野球選手、コーチ。ニックネームはシェーカー。1959年、アーカンソー州の綿花農家で8人兄弟の、罰子として生まれた。子供の頃はバスケットボールが好きでガードを務め、綿花畑を走り回って俊足が鍛えられたという。オークランド高校で野球を始めると才能が開花し、 打球がライト後方の民家のガラスを頻繁に割るほどだった。自身は大学に進んでバスケットを続けたかったが、1978年の MLB ドラフトでトロントブルージェイズから一巡目に指名を受け、豊かではない家族を助けるためにプロ入りを決めた。1980年5月24日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビュー。翌日の同カードで、 トミー・ジョンからのメジャー初本塁打を含む3安打4打点を記録した。1983年は打率315、18本塁打、81打点、27盗塁の成績でシルバースラッガー賞を受賞。1984年は18本塁打、92打点、39盗塁、リーグ最多の15三塁打を記録。 1985年は18本類が37盗塁で球団創設以来初の地区優勝に貢献。カンザスシティロイヤルズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率226に終わりチームも3勝4敗で敗退した。1986年はオールスターゲームに初めて選出される。1987年はキャリアハイの26本類が 96打点、106得点、39盗塁を記録する。同時期に活躍したジョージベル、ジェシー・バーフィールドと共に、ブルージェイズの最高の外野トリオを形成した。1989年は打率、221、11本塁打に止まるが、チームは2度目の地区優勝を果たす。オークランドアスレティックスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第5戦で、 デーブス・スチュワートから本類打を放つなど打率。313を記録するが、チームは1勝4敗で敗退した。オフにフリーエージェントとなり、12月7日にデトロイト・タイガースと年俸140万ドルで契約を結んだ。移籍1年目の1990年は、セシル・フィルダーらとクリーンアップを組んだが、打率。248、14本類打、17盗塁に終わる。 1991年は故障もあって、自身最小の74試合の出場に止まるなど、期待に応えられなかった。自身の誕生日である11月5日に、フリーエージェントとなる。1992年開幕後も、所属球団が決まっていなかったところ、読売ジャイアンツと年俸80万ドルでで入団に合意した。なお、クリーブランドインディアンスからもオファーを受けていたが、 日本の野球に興味があり優勝できるチームを希望していたため巨人入りを決めたという。外国人枠の関係でデニー・ゴンザレスが4月9日にウェーバー工事され、これを待ってモスビーの入団契約が交わされている。4月12日に来日し、4月21日の対ヤクルト戦で NPB デビューし、この試合で本塁打を放っている。 同年は96試合の出場ながら打率30625本類が71打点という高成績を残してチームを再開から浮上させる原動力となり11月20日に年俸140万ドルで残留契約を結んだ1993年はブルージェイズ時代の同僚ーバーフィールドが加入し再び宇宙艦コンビを組んだしかし 開幕2戦目の4月11日の対横浜戦で空振りした際に右脇腹に座礁を追い、さらに6月7日には右足親指の捻挫のためアメリカに帰国しフランク上部の診察を受けている。6月23日に日本に戻ったが回復が遅かったため巨人はミッキー・ブラントリーを7月に獲得している。復帰後は打撃にムラがあり、 シーズン終了前の10月17日にアメリカに帰国してそのまま退団した。1998年から1999年にかけてブルージェイズで一塁ベースコーチを務めた。2018年にカナダ野球伝道入りを果たした。スイングスピードが速く、低めへの投球にも強かった。研究熱心な点と合わせ巨人のコーチだった。 中西太氏から打撃を高く評価されている。瞬速強肩で打球の読みも鋭く、守備範囲が広いため中堅守を主に務めていた。また、フェンスに激突しながら補給する場面もしばしば見られた。走塁面では MLB で通算280盗塁を記録し、NPB でも積極的な走塁を行っていた。状況に合わせたチームプレーを行い、打席や、 守備位置で常に体を動かす陽気なパフォーマンスでチームメイトやファンに好評を博していた。ありがとうございます。